G1 皐月賞イコール2024年4月14日、日曜、3歳、中山競馬場、芝内2000メートル、新馬戦が逃げ切り勝ち。そして前走のリステッド、スミレエスは、向こう上面から進出する形で勝利。サンライズアース、オス、石坂、は左前脚の在所のために G1 ホープフルエース出走を取り消されたが、現在2戦2勝と続行を見せていない。未知の魅力にあふれており、1戦級相手にも通じる場面を披露する可能性を秘めている。昨年の夏から担当しているけど、この馬のようなパワーとスタミナは今までの担当馬にはいなかったかな。まだまだ子供っぽい面は残しているけどね、名馬黒船も世話した、腕利き、渡辺厩務員が率直な感想を述べる。500キロを優に越す大型馬。キャリアが浅い分、伸びしろも大きい。同厩務員は短期放牧先の牧場で乗り込んでもらったことで、今回は格下しているけど体は絞れている。10キロくらいは減ってレースに出ると思う。ここでどれだけやれるかと楽しみにする。